はい、皆さんこんにちは。ハックスオクリティブライフのベックです。今日はですね、ラジオ同時収録会ということで、YouTube 動画とラジオ同時に収録しているんですけれども、今日のテーマは推しポッドキャスト10選ベック各3選ということで、僕のですね、おすすめするポッドキャストの番組を皆さんに知ってもらいたいなということで紹介していきたいというふうに思っています。で、もともとこれの経緯というのが、ジャパンポッドキャストアワード2022というのがですね、今開催中で、そこにノミネートされている作品というのをちょっと見てみたんですけれども、そうですね、僕の好きなポッドキャストがほとんどそこに残ってなくて、これはやばいぞというふうにちょっとショックを受けまして、じゃあですね、僕が勝手に紹介してしまえということで、僕のですね、好きなポッドキャストを皆さんに知ってもらって、ちょっとでもですね、このポッドキャストの人気が上がって、もしかしたらそれのちょっとの差でですね、来年、ポッドキャストアワードに何かしらノミネートされたり残ったりしたらいいな、みたいな感じで、ちっちゃな力でもですね、応援するに越したことはないだろうということで、零細ポッドキャスト、零細ブロガーながら、僕のですね、推しているポッドキャストをですね、皆さんに知ってもらって、その人気上昇にいいですね、して変えたいなと思った次第でございます。今回はですね、このポッドキャストと YouTube だけではなくて、ブログにもですね、今回ここでお話した内容に近しいことを載っけていこうかなと。で、今回ですね、このポッドキャストと YouTube の方では13選といいますかね、ポッドキャスト10選と別格3選という形で13個ポッドキャストを紹介するんですけれども、ブログの方ではですね、もうあと17個ぐらい紹介して、全部で30個ですね、紹介しています。もしですね、今回紹介する13個以外のものも知りたいなと思われた方のブログの記事への URL を貼っておくので、そちらの方ぜひですね、チェックしていただければ、僕が購読しているほぼ全、ポッドキャストがそこに書かれておりますので、そちらチェックいただければ幸いでございます。はい。で、一応ね、今日、順位とかをつける必要は全くないんですけれども、ちょっとですね、ぜひとも僕の推しの中でも4つぐらいですね、来年、ポッドキャストアワードに残ってほしいなというものがあるので、そこはちょっと力を強めにして、それ以外のものっていうのは少し弱めに紹介する形になるかなと思いますので、その点はですね、別に優劣をつけてるわけではなくて、僕の中でちょっと来年はぜひ残ってほしいというもの、そういうものではないものに、ちょっと色分けしているというところだけご承知おきください。はい、ではですね、早速行きたいと思います。まずですね、次こそジャパンポッドキャストアワードで何らか賞を取ってほしいポッドキャスト4選ということで、4つですね、ちょっと僕の激推しのポッドキャストを紹介したいと思います。そしてもう先に言っておくんですけど、多分ポッドキャスト知ってる人だったら、知ってるわいっていうような番組がまず出てくるので、その点をぜひご承知おきください。ハードルをあまり上げたくないので、はい、はい、ということで、いきたいと思います。まずは、勝手に賞の名前つけてるんですけど、個人的大賞ということで、グランプリはですね、ゆとりっ子たちのたわごとというね、ポッドキャスト番組を選ばせていただきました。もうこれはね、多分ポッドキャスト聞いたことある人はほとんど知ってんじゃないかなっていうぐらい、もうメジャーな番組で、なぜ、もう累計リスナー数35万人なんで、僕からしてみたらもうほぼ芸能人みたいな位置づけの人たちです。はい。僕もね、このユートタワーもう 3.5 年ぐらい、3年半ぐらい聞いてるんですけれども、一操作ね、操作っていうのはユートタワーのリスナーに対する呼称なんですけど、一操作としてですね、これはもうぜひ押していこうと。もうとにかく来年こそですね、ユートタワーに対象取ってほしいなと思っているので、僕はユートタワーに対象取ってほしいねんということを、ただ、声高に叫ぶためだけに、今回個人的対象ということで、一番トップに持ってこさせていただきました。で、もともとね、中の人のほのかさんと全然別ルートから知り合いになったっていうことがあって、で、ツイッターアカウントを見たら、ポッドキャストやってるって書いてあったんで、なんか聞いてみようかなと思って聞いたらですね、めちゃくちゃドハマりいたしまして、非常にですね、このユトタワー、本当仕事しんどい時も、暑い日も寒い日も、もうこれを聞きながらですね、よく通知をしていたなというところで、多分一番、僕の中では、なんですかね、ポッドキャストをちゃんと聞き始めてから、ずっと長く聞いてるポッドキャスト、かつ、やっぱり二人の非常にファンになっておりますので、
一操作としてですね、ぜひ来年こそはユトタワに大賞とかね、あるいはまあエンタメ賞ですかね、あたりを取ってほしいなとはちょっと思っていますと。で、かりんさんとほのかさんっていうお二人がやられているんですけども、かりんさんの方がなんかこうしっかりしててよく喋られて、まあ、話の組み立てもされている感じではあって、まあ、かりんさん主体なのかなと思いきや、あの一番のですね爆弾を投下してくるのはもう一人のほのかさんであるみたいな、なんかこういう意外性のある良いコンビなんですよ。なんで、ぜひですね、あの、どんだけこの、僕、まあ、もともとそのほのかさんっていう人知り合いだったんですけど、ほのかさんがやべえかっていうのは、このゆとたわを聞いてもらってですね、あ、こいつはやべえぞというのをぜひ皆さんにも感じ取っていただければ幸いでございます。ということで、来年こそね、ゆとたわ大賞を取ってもらえるように、改めて、頑張れゆとたわという意味で、個人的大賞に押させていただきました。では次にですね、個人的エンタメ賞ということで、どんぐり FM。もう、なんていうんですかね、なんでどんぐり FM が今回は、今までのね、電動の作品も一応全部チェックした上で、どんぐり FM が一度もノミネートに入ってないぞというところが、もうなんていうんですかね、日本七不思議じゃないかっていうぐらい、こう、謎なんですよ。あの、僕の感覚だとどんぐり FM って多分、今日本で一番メジャー、まあ、ゆとたわかどんぐり FM かぐらいの、ですね、ポッドキャストなんじゃないかなと思ってたので、なんでどんぐり FM 入ってへんねやろと。まあ、なんていうんですかね、ラジオで言えば、オールナイトニッポンみたいなもんですよ、どんぐり FM って。まあ、なんで入ってへんねやろなっていうのは、本当に謎だったんで、まあ、なんかもしかしたら、ちょっと実は、事情があるのかもしれないんですけど、あの、せめてノミネートしてほしいなっていうところがあったんで、そこがね、なんか今回、まあ、今回とか今までのやつも含めて、ノングリフムがなぜかノミネートされないっていうところが謎だなというところでございます。で、この中の人が、あの、なるみさんとなつめぐさんっていうね、お二方がやられてるんですけれども、まあ、もともとなるみさんって結構ライターとか、で、まあ、ブログとかもね、やられてたりとかって、確かブログやられてたっけ、まあ、なるみさんとなつめぐさんっていうのがやられてるんですけれども、まあ、二人の、トーク力もですね、さることながら、結構やっぱりこう、インターネットの文化にどっぷり使ってきてるような人たちなので、YouTube とかウェブサイトとかでこの辺がおすすめだとか、あの、こういうところって結構ちょっと詐欺チックだよね、みたいなところの、こう、新顔をちゃんと見る目がある方たちなので、あの、この人たちがおすすめするものなら結構安心して飛びつけるっていうところもあるので、まあ、インターネット界隈の情報収集っていうのに非常に良い、エンタメ的にもいいし、情報番組としても良い番組なのかなというふうに思います。ということで、まあ、なんていうかね、ポッドキャスト2人体制でやってるですね、2人の掛け合い型のポッドキャストのある意味テンプレート定番のどんぐり FM ですね。あの、まだ聞いたことない方もしいらっしゃったらですね、まあ、あの、まあ、僕のポッドキャスト聞いてる時点できっとどんぐり FM 聞いてんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの、とりあえず念のために、もし万が一にも知らない人がいた時のためにどんぐり FM、非常に面白いので、ぜひ皆さん購読してみてください。はい、次にですね、個人的ベストパーソナリティ賞でフリーアジェンダですね。これもめちゃくちゃメジャーなポッドキャストなんで、多分この僕のポッドキャスト聞いてる人の大半の人も、大半の人がすでに、まあ、少なくとも知ってるんじゃないかなと思います。あの、僕が紹介するまでもなくメジャーなポッドキャストなんですけれども、やられているのがメルカリで、グロースを務められていたヒカルさんと、それから 10X の創業者の山本さん、まあ、まあお二方ともメルカリ出身なのかな、多分ね。で、元メルカリのお二方のですね、会話が非常にですね、あの、まあ、テック系の話もあるし、あと、なんかグロースとかそういうちょっと、なんていうんですかね、経営系ってあるのかな、まあ、ビジネス系の話もあったりとかっていうので、まあ、テクノロジーとビジネスの話があって、非常にですね、こう真面目かなと思ったら、時々ですね、サウナの話してみたりとか、あの、すげえ、なんかどうでもツイッターの話してみたりとかっていうので、あの、緩急の落差がですね、めちゃくちゃ激しい、あの、非常に刺激的なポッドキャストで、僕はこういう、なんていうんですかね、あの、常にカチッカチッカチッっていうのだけで、たまに遊びがあるようなポッドキャストが好きなので、まあ、そういうですね、まあ、非常に、まあ、なんですかね、お二人とも非常にですね、あの、インテリジェンスといいますか、頭がめちゃくちゃいい人たちなので、あ、この人たちめっちゃ頭切れんねんなって思いながら、話を聞いています。はい。で、ヤモッティさんの方は、あの、10X っていうですね、今めちゃめちゃライジングしているスタートアップ、なんかネットスーパー系のなんかアプリというかサービスというかを、はい、提供されている、まあ、プラットフォームを提供している会社というべきなのかな、なんですけれども、なんか非常にですね、10X っていう会社名の方でもしかしたら知ってる人もいるんじゃないかなというふうに思います。
まあ、もうこの番組一言で言えば、とにかくこの人頭の回転早いな、みたいな、そういうできる人たちのですね、会話を盗み聞きできるというのが、もうまさにこの番組の魅力なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、聞いてみてください。はい、それでは4つ目ですね、個人的ベストナレッジ賞です。これブックカタリストをしておきたいと思います。ちょっとね、ここまで紹介してきた、こう3つのポッドキャストがですね、まあ、なんていうんですかね、いわゆるメジャー系なんですよ。ブックカタリストもメジャー系はメジャー系だと思うんですけど、やっぱりまだまだ知名度で言うと、我々ライフハック仕事術知的生産界隈、まあ僕ちょっと知的生産界隈って怒られそうなんですけど、まあライフハック仕事術系のブログとか、そういうことをやって、情報発信をやってきた人間からすると、まあその中のですね、今一番こうメジャーになりそうなコンテンツがこのブックカタリストなので、これはもうぜひ激推ししておきたいなというふうに思います。やられているのが倉下忠則さんと、五龍さんですね、の二人がやられているんですけども、まあ倉下さんとにかくもう人文関係の知識がむちゃくちゃ半端ないわけですよ。で、で五龍さんもですね、そのエヴァーグリーンノートとかゼッテルカステンとか、まあ、そういうちょっと、まあ、いわゆる PKM パーソナルナレッジマネジメントとか、そういうことに非常に興味がある、まあ、ランベターとかああいう本とかを読んで、ちゃんと学習をして自分の血肉にするか、知識を血肉にするかみたいなことをすごい興味を持ってやられて、そういう情報発信もされている人なので、この二人の組み合わせはね、めちゃくちゃやっぱり刺激的ですね。まあ、なんですかね、ゴリゴさんがもともとそこまで人文に強くない雰囲気だったんですけど、そういう本を読んで、俺こういうこと学んだぜみたいなのを、そのブックカタリストの中でゴリゴさんが話をすると、そこに倉下さんがその本とはまた違うところから情報を引っ張ってきて、こうアドしてくれるみたいな感じで、このね、二人の掛け合いとにかく、それはやっぱり五龍さんがその本から学んでくる、その学びのプロセスそのものも非常に刺激的ですし、そこにアドされる倉下さんの付加情報っていうのも刺激的ですし、まあっていうね、そんな感じなんですけれども、個人的な感覚になっちゃって申し訳ないんですけど、このポッドキャストを聞くことで大きく2つメリットがあるかなと。でも1つはですね、自分が興味を持てる、興味深い本に出会えるということです。だから、これってね、ちょっとね、好きな本のジャンルって人それぞれ違うので、まあ、僕の好みと他の人が合うかは分からないんですけど、それと、まあ、僕は非常に興味深いなと思う本が紹介されるということと、で、その紹介される本もですね、ただなんか、この本いいですよ、さらって紹介するわけじゃなくて、なんかね、非常に二人とも深く本を読み込んでやってきて、なんか人の読書ノートを覗き見てるような感覚になる、話なんですね。だから非常に深いし、知識も体系になってるし、読んだ感想というよりはインサイトに近いような内容というのをお話ししてくれるので、本を読まなくてもその本を読んだ気になれるっていうぐらいですね。非常にその紹介の内容も濃いので、まあ非常に良いと思います。なのでその本を読んで、ブックカタリストではこういうこと言ってたからけど、なるほどね、こういうことなんだ、みたいな感じで。だから本を初めて読む本なのに、なんか一回ちょっと軽く読んだ後にその本をもう一回読み直すぐらいの感覚で、本読みができるので、まあ、非常にですね、読書をするモチベーションも上がるし、まあ、非常にですね、この番組自体を聞くと読書したいなって思えるし、その読書をした時に得られるものの大きさっていうのも、このポッドキャストを聞いてから読んだ方が多いんじゃないかなというのはちょっと感じるところではあります。なので、まあ、良い本と出会える、そして紹介されている本について非常にですね、大枠だったりとか、インサイトだったりとかっていうのを得た上で読書に臨めるっていうのことが、まあ、非常に良い本な、良いポッドキャストなんじゃないかなというふうに思います。ここからですね、ベックの個人的なおすすめポッドキャスト4選ということで、まあ、ぜひですね、皆さんに聞いてもらいたい。おそらく、ジャパンポッドキャストアワードとかっていうところに行くような感じではないような、キラリと光るポッドキャストみたいなものです。ちょっとチョイスしてみたいなというふうに思います。でまず1個目ですね、打ち合わせキャストというね、こちらの、先ほどの倉下忠則さんがやられている、個人的にやられているポッドキャストの方で、たくさんというですね、アウトライナーに非常に造形が深い方がですね、よくゲストに来られるんですけれども、この二人がですね、まあ、多分、日本で最も知的生産について考え続けてる、
一人ではなかろうかと思う人たちが二人揃ってくるんですよ。なので、なんていうんですかね、僕がガジットヒャッハーとかって考えてる間にもですね、この二人はずっとアウトラインがどうのとか、ネットワーク型のとかどうのみたいなことを考え続けてる人たちなんですけれども、この二人のコラボレーションがね、非常にですね、面白いんですよ。まあ、非常にハイコンテクストかつマニアックですよね。アウトライナーとはみたいなことを一切抜きにして、いきなり、いやー、ワークフローはこれこれこうで、オブシディアンはほにゃららで、みたいな感じで、もうさも世の中一般の人たちがワークフローとオブシディアンを知ってるかのような感じで話をされるので、まあ、当然、時々は結構初心者にも分かるように噛み砕いて話をしてくれるんですけれども、二人の話が白熱してるときは結構初心者というかこの界隈に詳しくない方が聞くと、なんやこれっていうような会話がなされてるんじゃないかなと思います。僕は非常に楽しいんですけれども、そういうマニアックな会話ですね、知的生産界隈のマニアックな会話が聞きたい人にとっては非常に面白いんじゃないかなと思いますし、なんていうんですかね、そういう濃い二人が話をしていると、なんかね、何かが生み出されてるんですよね、そこで。だから今まで名前のなかった何か技術だったりとか、名前のなかった考え方みたいなものって個人的な経験からはあったんだけど、僕が今まで言語化できなかったことに対して、その場で言語化されて名前が付けられるみたいな感覚が非常に多い番組なので、なんか知的生産とかに興味ある人はですね、ぜひこの打ち合わせキャストは聞いてもらうといいんじゃないかな。特にたくさんがゲスト回やつを聞くというのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、次は仕事のキャストですね。ブログ、仕事の仕事を楽しくする研究にしというね、ご存知の方はご存知だとは思うんですけれども、ブログ、ライフハック、仕事術界隈のですね、ブログメディアの中ではもう本当に超大御所中の大御所ですね。そこの大橋悦夫さんと佐々木翔吾さんが2人でタッグを組んでポッドキャストを始められたということで、これはもう間違いなく面白いですよね、ということで、過去にね、何度か2人のご講演とかセミナーとか、参加させてもらったことがあるんですけれども、そういう改まった場ではなかなか見られないようなですね、2人のですね、ライトな雑談掛け合いっていうのが、非常に面白いし、それってやっぱりちょっとセミナーとかでは見られない光景なので、感覚的に言うと、そういうイベントに参加をして懇親会に行って初めて聞けるような話。でも懇親会行ったら大橋さん、佐々木さん、だいたいテーブル分かれてるんで、この二人が揃ってこの二人でやる神々の遊び的な雑談を聞けるっていうのはですね、非常に面白いですし、大橋さんがと佐々木さんでちょっと違う方向にぶっ飛んでるので、大橋さんがですね、いや、これはこうでこうでって話をした時に、佐々木さんが、はあ、そうですか、私には分かりませんが、みたいな感じの相槌を打つのを見て、いや、なんかすごいなみたいな、面白いなっていうのを、この二人の掛け合いはね、なかなか見れないんで、非常に面白く見させてもらってますということで、仕事のキャストですね、ライフハック、仕事術、ご興味ある方だったら楽しめると思いますので、ぜひ聞いてみてください。はい、で、次、ご留語キャストですね、3つ目ですが、ご留語キャスト、これはですね、ご留語さん、先ほどブクカタリストで紹介したご留語さんですね、奥様の春菜さんと一緒にやっているポッドキャストなんですけれども、これがですね、結構このガジェットとか、デジタルサービス系のですね、紹介をするポッドキャストとしてはかなりメジャーな方で、さらにこのいわゆるライフハック仕事術界隈にポッドキャストブームを持ってきたのはこのゴリゴさんなんですよね。で、僕もゴリゴキャストを見て、ちょっとポッドキャストやりたいなと思ってこのベックサックスレディを始めたぐらいなんで、ある意味僕が始めるきっかけをくれた番組もあるんですけども、ガジェットとかね、アプリとか紹介するポッドキャストではあるんですけれども、例えばね、ゴリゴさんとかが急になんか NFC タグにハマってみたとか、キーボード自作してみたみたいな感じで、 Amazon のセールで何々を買ったみたいな、そんな話一切ないんですよ。結構やっぱりいつもマニアックなですね、名前も聞いたことないようなメーカーのですね、ロボット掃除機使ってみたら意外に良かったよみたいな、やっぱりそういうですね、なかなか他では出会えないようなガジェットとかサービスとかっていうものを、やっぱゴリゴさんが自分が使ってみて本当にいいものをやっぱり紹介してくれるっていうのもあるし、やっぱり例えばオブシディアンっていうですね、マークダウンのテキストエディター、ネットワーク型でノートとノートの間でリンクを貼っていくような形でノートを作るですね、オブシディアンっていうノートツールがあるんですけど、それもですね、僕ゴリゴさんのブログで初めて知って使い始めましたし、
なんかそういうですね、新しいガジェットサービス、そしてオブジェの使い方等々、なんか他のポッドキャストでは得難い情報というのが得られる、もう唯一無二のポッドキャストになりますので、僕は結構ですね、ご利用キャストは新しいエピソードが来れば必ずそれを殺菌再生する、他のやつがあったとしても必ず殺菌再生するぐらいですね、このポッドキャストは必ずですね聞いております。で、個人的におすすめ4つ目ですね、足利キャストですね。でこれもあのデジタル活用のね、ポッドキャストになるんですけれども、本当にね、この足利浩二さんっていう方がやられてるポッドキャストなんですけど、どっからこのツールの情報を得たんやろうっていうような、すごい日本で全然知られてないようなツールの紹介をしてくれるんですよ。だから僕の貴重なデジタルツールの情報源の一人である。だから多分ゴリウゴキャスト、足利キャスト、まあ、あとはちょっと後で紹介するけどバックスペース .fm とか、まあ、そういうですね、自分が普通に生活をしてたらなかなか手に入れられないような情報っていうのを提供してくれるポッドキャストっていうものを聞くっていうのはですね、まあ、自分の可能性を広げるというかね、新しい出会いを得る手段としてはいいんじゃないかなと思います。なのでこの足利キャストもですね、そういう類の、ポッドキャストですので、ぜひですね、デジタルツールとかに興味ある人は聞いてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。で、すっごい余談なんですけど、この足利キャストのですね、タイトルコールをこの足利浩二さんの娘さんがやられているんですけど、結構ね、凝ったネタを突っ込んでくるので、結構新しいそういうタイトルコールが来たりすると、ああ新ネタ来たみたいな感じで楽しめたりするので、まあ多分大半の人にとってはどうでもいい話だと思うんですけど、僕にとっては結構このタイトルコールネタをですね、仕込んでくるところがいつも楽しみにしているポイントであったりします。次にですね、10選と言いながら今まで4つですね、なんとか賞で4つ、そして僕の個人的なおすすめ4つで、あと2つ残っていると思うんですけど、これは実を言うとですね、僕の推しのポッドキャストが2つジャパンポッドキャストアワードにノミネートされていたので、一応それもですね紹介しておこうかなという感じです。一つ目がですね、超相対性理論というポッドキャストになります。こちらはですね、古典の深井龍之介さんという、まあ、古典ラジオのメインパーソナリティやられてる方なんですけど、が、お二方、お友達としてやられてると。で、渡辺さんと荒木さんという方なんですけれども、とにかくですね、この三人、むちゃくちゃ頭がいいんですよ。先ほどのフリーアジェンダの時にちょっとお話したと思うんですけど、ヒカルさんとヤモッティさんは頭が切れるっていう感じなんですね。この、深井さんですね、深井龍之介さんと渡辺さんと荒木さんの会話は、どっちかというと、こう知識がむちゃくちゃ豊富や、要するに倉下さんみたいな感じですね、ぶっかたりその、そういう知識が豊富、かつ頭も切れる人たちなので、もうむちゃくちゃですね、話が高尚なんですよ。で、具体と抽象を行ったり来たりしながら、なんかちょっと哲学的なことを話してみたりとか、まあ、やっぱり、まあ、どっちかというとリベラルアーツ系の話が多いかなという雰囲気はあるんですけれども、まあ、今回ベストパーソナリティ部門にノミネートされていたので、まあまあ、さもあらんという感じですね。こんなに頭のいい人たちの会話をですね、ただで聞いていいのかなっていうのをいつも思いながら、ああ、めっちゃ別居になるなと思いながらいつも聞いています。で、僕なんかもう普段からね、ガジェットヒャッハーとかね、どうやったら情報整理うまくいくんやろ、全然うまくいかんわ、みたいなことばっかり考えてる人間なんで、そういう僕からするとですね、まあ非常にやっぱりこのお三方みたいな感じで、しっかり考えを深めて、明確にこう、なんですかね、結論を導き出しみたいな、考えを整理しきるみたいなですね、ことができるのがね、すごい羨ましいなっていうのと、やっぱり、なぜこうお三方とも教養があるので、僕も教養のある大人になりたかったんだけど、まあ、気がつけばですね、無教養のままアラフォーになってしまったということで、いや、こんな立派な大人になりたいなっていつも思いながら見ています。とお三方とも僕より年下です。はい、なんとかね、アラフィフになるまでには、このお三方の今ぐらいのレベルになれたらいいなって思いながら、日々精進していきたいというふうに思います。で、10選の最後はですね、チャポンと行こうというね、北欧暮らしの道具店の店長の佐藤さんと、スタッフの吉部さんがやられている番組なんですけれども、まあ、これはですね、もうとにかく、もう一言で言ったら、ザ癒しですね。はい。お二方が非常に、まあ、なんて言うんですかね、
まあ、トークがすごいですね、日常的なことを心地よいトーンでお話をしてくれるので、日曜日の夜とかね、月曜日の朝とかね、これを聞くと、あ、今週も一週間頑張ろうってちょっとね、気持ちを切り替えてほっこりした気持ちになりながらですね、仕事に臨むことができるので、まあ一種の僕のですね、お休みモードから仕事モードに切り替える時のスイッチの役割をこのジャポンと移行が果たしていると。ウェルビーイング部門っていうところで、ノミネートされていたんですけども、これもさもあらんですね。はい。これはね、完全にウェルビーイングですね。ぜひですね、癒しを求めている方、チャポンと一個聞いてみてください。おすすめです。はい。じゃあ、プラスアルファね、別格の3点いきたいと思いますけれども、1つ目が、もう古典ラジオです。これはもう言わずもがなですね。2020年、21年、両方とも一応なんかノミネートされてて、20年の大賞と、るんですね。本当にもう僕が言わなくても、もうほぼ今多分日本でナンバーワンのポッドキャストなんですかって言われたら古典ラジオなんじゃないかなというぐらいですね、大人気のポッドキャストだと思います。で、僕は去年うつ病で、休職 1.5 ヶ月ぐらいしたっていう話ちょっと前回したんですけれども、この期間ね、本が読めなくなったりとか、知的好奇心とかこう学習意欲ってものが完全に減退しきっていたんですね。で、本が読めなくなったんですよ、まず。で、何かを勉強するっていうこともできなくなって、もう全然頭が働かなくなってたんですよ。で、そういう時に唯一この古典ラジオだけが聞くことができた。だから、オーディオブックとかもね、聞こうとしたんですけど、オーディオブックが全然聞けなかったんですよ。なんで、この古典ラジオを聞いて、歴史面白いな、古典ラジオ面白いなって思いながら、唯一ですね、僕のその知的好奇心の最後の一本の糸が、この古典ラジオのおかげで残り続けて、もうひたすらですね、この休みの期間中、古典ラジオと、あともう先ほどのゆとたわですね、この2つをヘビーローテーションしてたんですよ。で、古典ラジオに至っては、最初、バックナンバーを全部聞き直して、で、サポーター会員っていうのになって、で、最新のエピソード、そうすると一気聞きができるんで、その最新のエピソード一気聞きして、バックナンバー全部聞いて、もう多分ですね、去年の7割、8割ぐらいの、こう耳から何かを入れるっていう時間は古典ラジオを聞いてたんじゃないかなっていうぐらいヘビーローテーションしてました。で、まあやっぱりそれのおかげもあって、休職明けて、まあしばらく時間かかったんですけど、古典ラジオをずっと聞き続けていくうちに、だんだんオーディオブックも聞けるようになり、だんだん本も読めるようになりということで、まあ知的好奇心とか学習意欲というものをなくさずに、最後ギリギリのところに踏みとどまって、さらにリハビリをさせてもらって、で、そういうですね、まあ知的、活動的なことにですね、復帰をするというですね、道を残してくれたという意味で、本当にもう、なんていうかな、恩人のようなポッドキャストなので、非常に、思い入れがあるという意味で、紹介をさせていただきました。で、別格の2戦目ですね、こちら、backspace.fm ですね。これはドリキンさんっていう非常に有名な YouTuber さんがいるんですけど、そのドリキンさんと松尾さん、これは最近よく西川善治さんも出られてるかなという雰囲気があるんですけど、まぁ、ちょっと、なんかね、いろんな方がパーソナリティやられてたりするんで、たまにドリキンさんとかがいない回とかもあったりするんですけれども、まぁ、そういうですね、まぁ、いわゆる、なんていうんですかね、インターネットカルチャーのこう真ん中にいたような人たちっていうのが結構こうワイワイやってるような感じのポッドキャストなんですね。で、テック系の話題がやっぱり多いんですけど、まあ、テック系の話題だけじゃなくて、例えばなんか007の話とか、なんかすごい、まあ、VR の話も面白かったですけど、アップイベントの音楽はこれこれこういう背景がありましてみたいな、なんかそういうですね、普通にニュースを見たりとか普通に生活してるだけだと絶対知り得ないような物事の裏側の情報みたいなのを結構ですね、このマニアックな人たちとか、あるいはそういうインサイダーとつながりのある人たちが、人と人とのつながりがあって、そのネットワークの中からしか取れないような情報みたいなものがポッと出てくるようなメディアっていうのはなかなか貴重なので、まあ、効率の良い情報摂取とかするにはあまり向かない、長いんで、向かないメディアなんですけれども、ここでしか聞けないような、なんかここにやってくる、集う人たちからしか聞けない話、触れられない話、情報っていうのが、まあ、あるなっていう意味において、もう非常に貴重なメディアだなというふうに思います。なんで、まあ、テック系に興味がある人とか、まあ、そのアップの情報とか、そういう Google がどうのとか、セスがどうのとかね、そういうのにご興味がある人だったら、ぜひですね、聞いてみていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
で、最後、13戦目と言いますか、別格3戦目がオフトピックです。まあ、さっきの、バックスペースもそうですけど、オフトピックも、もう殿堂入りしちゃってるんで、この先、ポッドキャストアワードの方には出てこないんですけれども、で、オフトピックは、まあ、なんせ、この中の人のね、草間さんと、宮武さんっていうお二方、まあ、お二方でも非常に知識豊富なんですけど、宮武さんがね、もう化け物かっていうぐらい知識量があって、洞察も半端ないし、例えば最近だと Web3 の情報だったり、NFT の話だったりとかっていうのが、まあ、多かったりするんですけど、例えば YouTuber とか TikToker とか、そういうですね、インターネットカルチャー、米国の SNS カルチャーだったりとかっていうところまで、フォローしていたりとか、で、そういう最新のですね、スタートアップ界隈のテックニュースとか、そういうものも話されているんですけど、まあ、なんか、日本のニュースメディアとかに載ってこないようなですね、情報というのがここから得られるので、オフトピックをとりあえずフォローしておいて、まあ、日本のね、いろんなテック系のメディアもフォローしたらいいと思うんですけど、オフトピックをフォローしておくことによって、日本のそういうテック系のメディアが取りこぼすような情報っていうのをオフトピックから取れるっていうね、ところがあったりするので、まあ、さっきのバックスペース .fm もそうですけど、バックスペース .fm はどっちかというとちょっとマニアックなというか、裏側系の情報が聞けて、オフトピックは単純に日本のメディアの、こう、網に引っかからないような情報みたいなものが得られるっていうのがね、非常にいいんじゃないかなと思います。で、この番組で Spotify のテック部門で1位取ったりしているぐらいなんで、テックジャンルでは非常にメジャーですと。で、まあ2020年と21年両方ともですね、なんかポッドキャストアワードで受賞してたりするぐらいなんで、まあ、すでにご存知の方もいるとは思うんですけど、まあぜひですね、テック系にご興味がある人は、このオフトピックも聞いてもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今日は、全部で13個ポッドキャストを紹介いたしました。特にですね、力を入れさせてもらったのが、まあ、ゆとりっ子たちのたわごと、どんぐり FM、フリーアジェンダ、ブックカタリスト、まあ、この4つはですね、来年ぜひちょっとポッドキャストアワードにノミネートされ、何らか賞を取ってほしいなというふうに思っている、特に推しの強めの4つなので、ぜひですね、これだけはフォローしてください。で、まあ、ご興味ある方、その他のですね、打ち合わせキャスト、仕事のキャスト、ゴルゴキャスト、足利キャスト、全部キャストやな、うん、この4つのね、ポッドキャストもですね、興味あればぜひフォローしていただいて、で、それから、ジャパンポッドキャストアワードにノミネートされていた推し2つということで、超相対性理論とチャポンといこうというポッドキャストも紹介させてもらいました。で、別格参戦は、古典ラジオ、バックスペース .fm、オフトピックの3つでした。ということで、すべてリンクですね、概要欄に貼っておきます。興味ある方はぜひ、フォローしてみてください。購読してみてください。で、それから、冒頭で述べた通りで、ブログの方はですね、ここに、紹介しなかったですね、さらに17個ですね、僕が購読しているポッドキャストを含めて30選ぐらいですね、30選じゃないですよね、僕の聞いてる30個のポッドキャストっていう感じで、ブログ記事書いて公開しておきますので、そちらへのリンクはですね、ぜひ概要欄から飛んでみていただければ幸いでございます。ということで、結構ですね、長い時間になっちゃったかもしれないですけれども、はい、この辺で終わりたいと思います。今日はですね、ポッドキャスト10選プラス別格3選という形で、僕の激推しポッドキャストを紹介させていただきました。最後締めですけれども、こちらの番組ベックサックスレイでは、皆様からのご意見、ご感想、お悩み相談、リクエスト等々等、募集をしております。ツイッターのハッシュタグハックスアンダーバーレディオの方にご投稿いただくか、アットマークベック1240っていうね、ツイッターアカウントにメッセージいただくとかね、あるいはベック1240アットマーク gmail.com というところにですね、メールいただくか、まあ、何らかの形でコメント等いただけましたら、次のね、回とかで、紹介させていただきたいと思いますので、ぜひですね、ご意見ご感想等々いただければ幸いでございます。ということでね、ちょっと長くなってしまいましたが、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆様、さよなら。